ハリケーン・ギルバートは1988年に大西洋で発生し、西インド諸島を中心に甚大な被害をもたらしたハリケーンである。勢力はサファ・シンプソン・ハリケーンスケールでカテゴリー5に達し、ピーク時には中心気圧が888ヘクトパスカルを記録した。これは大西洋で発生したハリケーンとしては観測史上ウィルマに次ぐ2番目の記録であり、20世紀では 最も低い記録である。1988年9月8日にカリブ海東部で発生。その後、精神して西インド諸島諸国を襲い、ユカタン半島に上陸した。その後、メキシコ湾を通り再度上陸。テキサス州及びアメリカの諸州を通過し、9月19日に消滅した。341名が死亡し、被害は55億米ドルに上った。 ギルバートの経路1988年9月3日、アフリカ大陸沿岸から熱帯低気圧の原因とも、なる大気の上乱現象である熱帯波動が発生した。その後西に移動し、発達していった。9日には、ウィンドワード諸島の近く、バルバドスの東400マイル付近で、冬季12番目の弱い熱帯低気圧になった。急速に発達し、ショーアンティル諸島を通過している間に、 熱帯低気圧となり、ギルバートと命名された。陶器で7番目に名前が与えられた熱帯低気圧であるジャマイカに接近するギルバート再度上陸するギルバート成長を抑える要因がなかったため、ギルバートは急速に発達し、10日にはハリケーンに成長した。11日には SSHS でカテゴリー3の強さになり、メジャーハリケーンに分類された。それは、 北からの強い高気圧に影響され、西北西に移動していき、ジャマイカに上陸した。ギルバートの目がジャマイカを通過した際、SSHS で、カテゴリー3、中心気圧960ヘクトパスカル、風速125メートル PH の強さを保持していた。ギルバートは、ジャマイカの沿岸を通過した後、急速に勢力を強め、ケーマン諸島付近を通過した。13日には、 グランドケーマンの調査局で最大瞬間風速156メートル pH を記録した。ギルバートは24時間で72ヘクトパスカルも中心気圧を下げ、ピーク時には888ヘクトパスカルという驚異的な中心気圧を記録した。これは2005年にハリケーンウィルマが882ヘクトパスカルを記録するまで、 大西洋で発生したハリケーンとしては最も低い記録であった。ギルバートはメキシコのコスメル島に再度上陸。14日にはカテゴリー5の強さでユカタン半島に上陸した。大西洋で発生したハリケーンがカテゴリー5の勢力のまま上陸したのは1979年にイスパニョーラ島に上陸したハリケーンデイビッド以来であった。コスメル島に上陸した。 イの中心気圧は900ヘクトパスカルだったとされている。ギルバートはユカタン半島を縦断し、カテゴリー2のハリケーンとしてメキシコ湾に抜ける。その後、一時は勢力を弱めるも、再び急速に勢力を強め、16日にカテゴリー3の強さでメキシコのタマウリパス州に上陸した。17日、ギルバートはヌエボレオン州のモンテレー付近を通過し、北に大きく、 震度を変えた。そして、18日、アメリカのテキサス州に29もの竜巻を発生させた。その後、オクラホマ州を通過し、19日にミズーリ州を越えたあたりで低気圧に取り込まれる形で消滅した。ギルバートは、メキシコを中心に341名の死者を出した。正確な被害額は不明だが、被害地域全体で約55億米ドルの被害が出たと見られている。 北部で発生した鉄砲水などにより、ベネズエラでは5人が死亡した。ジャマイカではおよそ45名が犠牲となった。山岳地帯では27インチもの雨が降り、内陸部に鉄砲水を引き起こした。ギルバートは1951年のハリケーンチャーリー以来、ジャマイカに最も深刻な被害をもたらしたハリケーンとなった。被害は40億ベドルに上った。また、 作物や住居、道路などのインフラも壊滅的被害を受けた。ケマン諸島では13日にギルバートが南を通過する際、最大瞬間風速157メートル pH を記録したが、大きな被害は免れた。それでも作物や木、牧草などが甚大な被害を受け、多くのプライベートホームが壊滅的なダメージを受けた。半島を直撃し、通過した際、 3万5千人が家を失い、83の船舶が沈み、6万棟の家屋が破壊された。被害額は10から20億米ドルと推測される。その上、関空地域では観光への影響が現れ、10月から12月頃までで、その損害は8700万米ドルに上ると言われる。床端州のプログレソでは13.78インチもの雨が観測された。 メキシコ北東部では、モンテレー周辺で激しい洪水が起き、5台のバスが転覆し、100人以上が死亡した。北東部では、タマウリパス州の内陸地域で10インチ以上の雨が記録された。テキサス州では、直撃による影響が心配されていたが、比較的小さい被害に抑えられた。それでも、高潮や砂浜の侵食、竜巻の発生などで被害が生じた。 オクラホマ州では、ウィチタマウンテンズ野生動物保護区で8.6インチの降雨が観測された。テキサス州やオクラホマ州から離れた地域でも7インチの降雨が記録された。ミシガン州中部では3インチほどの雨が観測された。上記の通り、ギルバートの最低気圧は888ヘクトパスカルであり。 ユカタン半島に上陸した際の最大瞬間風速は秒速95メートル、ジャマイカ全土の80%に当たる家屋が全壊、半壊、損傷の被害に遭ったという記録が残っている。熱帯低気圧に変わった後のメキシコ最上陸時にも平均風速は秒速50メートルで多大の被害を与えたことから、ギルバートは20世紀最大規模のハリケーンと言われている。 このハリケーンは各地に甚大な被害をもたらしたため、翌1989年の春にギルバートという名称は引退となった。そのため、大西洋で発生したハリケーンには二度とギルバートという名前は使用されない。1994年からは代わりにゴードンが使用されるようになった。ギルバートの最低中心気圧は1935年の レーバーデハリケーンの892ヘクトパスカルを下回り、大西洋で発生したハリケーンの中で史上最低記録となった。その後17年間、ギルバートの最低中心気圧を下回るハリケーンはなかった。2005年11月、ハリケーンウィルマは、ギルバートの最低中心気圧を6ヘクトパスカル下回る、最低中心気圧882ヘクトパスカルを記録した。 ありがとうございます。